僕ね、はい、結婚を、まあ、決めたのが、はい、藤井隆さんと、はい、足立由美さんが、うん、そのまあ、お前知ってると思うけど、まあ、発起人といいますか、はい、になってくれたんですよ。まあ、当時ね、100年物語っていう吉本のなんか NGK で劇場を抑えて1ヶ月間公演してたんですよ、はい、足立由美さん主演 でその時にその当時付き合ってた奥さんと結婚しようかなと思ってたんですみたいな話をしてたら、はい、飲みの席で足立さんと藤井隆さんがいて、ちょっとじゃあ結婚したらみたいな、電話しなよみたいな、酔っ払ってて、で電話してて、で結婚するって話はしてなくて、うん、ほんで藤井さんが「え、結婚すんの？」みたいな。で奥さんが「結婚、まあ、したいと思ってるんですけど」みたいな。あ、奥さんも結婚したいと思ってんねんみたいな、そこで初めて知って、でそれがきっかけで、まあ、帰って「おほんまに結婚すんの？」みたいな奥さんに言われて、うん、あ、じゃあしようかって結婚することになったんですよ、はい、でそれを藤井さんに伝えて、うん、ほんだら「あ、これはもうすごい責任やわ」ってなって、で婚姻届をこう書く欄に、うん、その見届け人みたいなのがおんのよ、はい、でそこはお世話になった人で、やっぱその発起人となってくれたから、うん、藤井さんに書いてもらおうと思って、はい、で藤井さんちょっと書いてくれませんかみたいな、うん、言って、もうほんまにここの本社で言って、はい、ほんだらちょっと、いやその書く場所をちゃんとしたとこがいいみたいな、うん、本社じゃない方がいいって言い出して、うん、ちょっと待ってっつって、うん、まずその書く前に奥さんと喋りたいっつって、うん、でなんか下北沢の、はい、めちゃくちゃ美味しい、まあ、芸能人が通う焼き鳥屋さんみたいなのって、そこを予約してくれて、でそこでなんか奥さんと喋って、奥さんの人となりが分かったみたいな、吉井君よろしくお願いしますみたいな、うん、あ、じゃあ書いてくださいみたいな、ここじゃいいやつまだなんかどっか行きたい、 どうすんのみたいな、うん、あのちょっと今からちょっと書くところに移動するからっつって、はい、だから新宿 あのパークハイアットっていう、うん、そのもう超高級ホテルで、そこの最上階のラウンジバーがあって、はい、そこにバーッと連れてかれて、うん、じゃあ今から書きますねみたいな、はい、緊張するみたいな、でまずその金のところに藤井の草冠行こうとして、うん、あ、ちょっと待ってくださいっつってそれ金のとこですっつって、はい、あ、ごめんごめんみたいな、緊張してみたいな、これめっちゃ嬉しくない？あんなすごい一流スター、はい、ゴールデンで帯とか持ってた人が、はい、たかが売れてない芸人の見届けにするために緊張して草冠を金に書く、めちゃくちゃ嬉しいと思って、うん、で書いてくれて、うん、ですごい涙ぐんでて、藤井さんが、藤井さんが、親友なんですよ吉井君はっつって、うん、ちょっと声を震わせながら、うん、あの親友が結婚するということで、僕今まで結婚の見届け人を書くっていうのを引き受けたこともなくて、うん、でも親友やから引き受けたんですよ、初めて、はい、でこの子一生よろしくお願いしますみたいな、うん、親代わりみたいな感じで頭下げられて、うん、わ、めっちゃやっぱ好きな先輩やなと思って、うん、ありがたいなと思って、うん、で別れて、うん、で家帰ってさ、なんでパークハイアットやってんのと思うよ、そう高級なホテルね、でそれが危険くてさ、うん、で後日また飯行く時に、はい、ちょっと なんでなんですかみたいな聞いたら、いや、あの縁起もんやから、あのそこの焼き鳥屋が悪いとか吉本本社が悪いっていうわけじゃなくて、一生潰れへん建物で書きたいっつって言って、うん、だパークハイアットってもう国際的にも有名なホテルやから、うん、そこで書いた方がいいんじゃないかって書いてくれたんですよ、すごい良くない？そうやね、めちゃくちゃ良くない？めちゃめちゃありがたい話やけど吉本本社がちょっとは潰れるっていう、うん、ちょっと藤井さんはなんでやろう、うん、俺もそれ言ったよ、うん、ほんだら吉本、東京の吉本って神保町とか歌舞伎町とか移転するやん、うん、あ、なるほど、うん、だから移転は良くない、あ、なるほどね